ニュールールズはデュアリッパの楽曲。2017年6月2日にワーナーブラザースレコードより発売された1作目のスタジオアルバムデュアリッパの10曲目に収録された後、同年7月15日に同作からの第6弾シングルとして発売された。作詞作曲はキャロライン・アイリン、エミリー・ウォーレン、イアン・カーク・パトリックの3人が手掛け、プロデュースは カーク・パトリックが手掛けた。ニュー・ルールズは、トロピカル・ハウス、EDM、エレクトロ・ポップの要素を取り入れた楽曲で、歌詞は別れを告げた元恋人への未練を断ち切る術を歌ったもの。シングルとして発売された後、イギリスやベルギー、アイルランド、オランダのシングルチャートで1位を獲得し、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、スウェーデン、 ドイツなどの多数の国のシングルチャートでも上位にランクインした。パフォーマンス時の様子、ニュールールズは、打ち込みによるドラムスと、ホーンが主体となった、トロピカルハウス、EDM、エレクトロポップの要素を持った、トロピカルポップチューン。キャロライン・アイリン、エミリー・ウォーレン、イアン・カーク・パトリックの3人が作詞、作曲を手掛けており、このうち、カーク・パトリックは、 トラックのレコーディングエンジニアとプログラミングを担当した。マスタリングはクリス・ゲイリンジャー。ミキシングはジョッシュ・ガドウィンが手掛けた。歌詞は別れを告げた元恋人への未練を断ち切る術として失恋したら絶対に守るべき女子の3つの新しいルールについて歌ったものとなっている。2017年1月、リッパは自身の Facebook で より多くの楽曲を収録することを目的に、同年2月に発売予定だったアルバム、デュア・リパの発売延期を発表。その後、カリフォルニア州ロサンゼルスへ渡り、カート・パトリックと共に、ニュー・ルールズのレコーディングを行った。本作において、リッパは作詞作曲に関与していないが、内容について、歌詞の中で歌われているルールは、普段私が友人たちと話している内容と全く、 同じ。と語っている。本作のキーは異端調で、テンポは116。本作における立派の聖域は A3 から E5 となっている。ニュールールズは2017年6月2日にワーナーブラザースレコードより発売された一作目のスタジオアルバムデュア・リッパの10曲目に収録され、7月15日にイギリスのコンテンポラリーヒットラジオに アルバムからの6作目のシングルとして送られた。8月21日にアメリカのホットアダルトコンテンポラリーラジオに送られ、翌日にコンテンポラリーヒットラジオにも送られた。この3日後にアリソン・ワンダーランドによるリミックスバージョンが配信限定で発売された。前衛シングルチャートでは7月14日付のチャートで初登場75位を獲得し、8月4日付の チャートで9位を獲得した後、2017年8月18日付のチャートと8月25日付のチャートの2週連続で最高位かつ自身初となる1位を獲得した。なお、女性誌、アーティストによる全英シングルチャート1位の獲得は、アデルのハロー以来約2年ぶりとなった。このほか多数の国のシングルチャートで上位にランクインした。ニュールールズの ミュージックビデオはヘンリー・スコフィールドが監督を務めた作品で2017年6月にマイアミにあるホテルザ・コンフィダンテ・マイアミビーチで撮影が行われたミュージックビデオはホテルの一室で行われているお泊り会で別れた元恋人への未練を断ち切れない立派が、友人たちが本作における3つの新しいルールの下で支えられるというミュージカル上の作品となっている なお、ミュージックビデオには、リパのアイデアが取り入れられており、映像内に登場するフラミンゴは、群れで行動するという習性から、結束という意味を持たせている。2017年7月7日に、リパの公式 YouTube チャンネルで公開され、公開から1ヶ月で9500万回以上の再生回数を記録した。2018年には、ブリッドアワード最優秀、ブリティッシュビデオ賞に、 ノミネートされた。収録曲はいずれもニュールールズもしくはそのその別バージョンであるため作者のクレジットは割愛する。ありがとうございます。